フットボールクラブバラズニミは、コスボのジャコバをホームタウンとする、サッカークラブ。クラブは1927年にフェイク・ドゥシによって、シュパタ・エコソバスの名前で創設された。パシュトリク、共産主義の赤い星を意味する、ユリークチを経て、KF、バラズニミに解消された。1967から68シーズンのコソボリーグで、初優勝し、1970から71。 シーズンまでに4連覇を達成した。バラズニミは1967年にコスボで初めて赤と黒のユニフォームを着用したクラブである。ゼヌン・ブロービナはコスボ以外のクラブに移籍した最初のコスボ出身選手でありパルチザンベオグラードに所属した。クラブユース出身選手にはクロアチア代表として1998フィファワールドカップで 銅メダルを獲得したアルディアン・コズニーク、RSC ・アンデル・レフィトで UEFA チャンピオンズリーグに出場したベスニク・ハシなどがいる。現在のカップ戦が創設された1991年、以前の大会で3回優勝している。ありがとうございます。